皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。この動画では、日本の文学作品を朗読しています。100年くらい前の作品が多いので、昔の言葉や難しい言葉があります。それらを簡単な言葉に変えて、 聞き取りやすいようにゆっくり読みます。すぐに物語を聞きたい人は概要欄の「目次をクリックして先に進んでくださいまた読むスピードが遅いと思う人は YouTube の設定で好きな再生速度に調整してくださいね 今回の物語は、宮本ゆり子の随筆、春です。まるで静かな映画の一場面を見ているように感じられる文章です。どうぞ最後までお聞きください。春、宮本ゆり子。 ガラス戸になぜか縁があるこの間まで借りていた二階の部屋は東側が二軒四枚の素通しガラスの窓だった朝日が早くから差し込む空が 木の小杖を浮かばせて広く見渡せ枝の間からは遠くに美しく六章を吹いた五国寺の大屋根が見えた温室に住んでいるようなまた空中に浮いているような気もしたが景色は良かった 今度引っ越した小さい家は高台ではあるが前の部屋ほどの見晴らしはない。けれどもガラス戸はここにもあって南側の縁側が8枚。雨戸なしの窓だ。霊明 明け方、昼間、順々に外の光がたっぷり八畳の部屋に流れ込む。夜、しんとした中で机に向かっていて、ひょいっと頭を持ち上げると、すぐ前にある障子の ガラス面と、その外側にある窓ガラスの面とに、いきなり二重に自分の顔や手つきが映り、不気味になる。ああ、こんなに透き通っている。泥棒にすっかり見られてしまう。どうしても、 カーテンがなければダメだ。カーテンをまだ買っていないので、朝少し眩しい。私はたくさんぐっすり眠りたい。そこで工夫をし、机の引き出しから 友達の香典返しにもらった黒ちりめんのふくさを出した。それを二つにたたみ、額から鼻の上までかぶる。布地が良いちりめんなので、ガラスはきらめく朝なのに、私のまぶたの上だけには、 濃い暗い夜ができる。眠り足らず少し過敏になりかけていた神経は心よいくつろぎを感じさらに二三時間休みを得るのだ。一緒に暮らしている友達は 起きるのがいつも私より一時間くらい早い。彼女は目が覚めると勢いよく二階から降りてくる。そのはしごの位置が私の眠っている部屋の頭の方にあるので、足音は大抵聞こえる。 その足音を聞きながら私は眠り続けるのだが友達はどちらかと言えば私にも早く起きてほしいに違いない起きて良い頃と思うと物音を立てるのを遠慮しないしかし その朝はあまりに眠く体がくたくたに疲れていた。眠いという溶けるような感覚の他には何もない。十一時ごろ茶の間にやっと出た。 まだ包み紙も開けていないパン。伏せたままの紅茶のカップなど、一気なく整然とテーブルの上に置かれている。奇妙なことだと思い、少し不安を感じた。起きた順に朝食は済ませて、 勉強することに決めてあるのだから。見ると、日の照る縁側に、まだ起き抜けのままの姿で、友達が立っている。ただ、のんきに佇んでいるのではない。ちょうど、 自分のところまで閉めたガラス戸に寄り添い、じっと動かず集中して庭の方を見ているのだ。私は生き物同士が感じ合う直感で、自然に忍び足になった。そして後ろから回って近寄った。 どうしたの何文鳥が逃げちゃった。そこにいるのに。なるほど。かごの中にいるのは一羽だけだ。すぐ前にある鉢植えの目の青々とした低い菊の影に もう一話が出ている。外にいる方の文鳥は見違えるほど綺麗に感じられた。みずみずしい青い四月の菊の葉に反射して薄桃色の質の良い貝殻のようなくちばし。黒い ビロードのキャップを乗せた小さい頭。細やかなハイネズ色の羽が実に優美だ。鳥はチチッチチッと短くさえずりながらふたとびみとび地面を進んでみる。 思いがけず飛び出した広い空気をまだ信じられず子供らしく愛らしく驚きでいっぱいのようだその感情の現れたためらう様子が一層美しさを添えた すぐその上ののきにつった、しゃれたサラセン風の丸い屋根がついたかごの中では、残された一羽が、外の一羽から目を離さず、切ない調子で咳込み、泣きかけている。ちち、ちちゅん。 外の一話は、うちの仲間の鳴き声に心惹かれる。さっと鮮やかな飛び立ちは、とてもできない。ちちっ。ちょっと近寄りたそうにする。しかし、鳥の本性は、籠の中より、 外の空の方が完備なことをよく知っているに違いない。縁側よりこっちには決して、決して来ない。ちちっちゅ。思い返したように、また元の菊の葉毛の一輪咲き出した 白い人帳下の枝に止まって首を傾け黒い瞳で青空を見る次第に強い憧れや寒気が迫ってくるらしい自然の輝きある朝の緑幹の色土の色の中で 文鳥は本当に生きている小鳥のように見えた。捕まえられる私は外の景色の中で見る文鳥の美しさに負け、捕まらなくてもよいと感じる。捕まっては寂しいようにさえ思う。 妙なものね。鳥はやっぱり木や草と一緒に見る方がずっと立派ね。とても色が引き立つじゃないの。ずっと綺麗ね。この一対の文章は2月私の誕生日に友達である彼女が 雨の降る中買ってきてくれたものだ。そう思えばこのまま話してしまうのはまた違った意味で寂しい。彼女がさっきからああやって立ったまま根気よく、おそらく決して怒らないだろう文鳥の万が一の気まぐれを 待っているのも、同じ原因からだろう。飛んだことをしたわね。さっき、餌を手入れするとき、どうしたのか、出入り口を閉めなかった。かごに帰るかしら。さあ、たぶん、だめよ。 飛んだことをしてしまった。彼女の気持ちを理解し私は言った。逃げる気もなく飛んだら広いところに出てしまったというわけね。でも全くいいわ。こうして外の景色と一緒にしばらく眺め、 友達はつぶやいた。白状のやつ、一人で逃げ出すなんて。帰ってこい、帰ってこい。私はかすかな哀愁に似たものを感じた。ちょっとそのままにしておいてごらんなさい。 あまり私たちがそばにいると帰って近寄らないかもしれないから。私たちはトーストを食べ紅茶を飲んだ。その間にも友達はちょくちょく縁側に出てみた。どう 私はこちらの部屋に座ったまま聞く。ん何かに気を取られた生返事だ。私も立っていく。二人で見る。文章はさっきと比べてみると、だいぶ外の世界に慣れた。 人羽ばたきごとに違った枝、違った樹木の匂いを味わい、知ろうとするように、小刻みに自分を自分のさえずりで励ましながら、とうとう垣根に近い菓子の木の下の枝まで行った。チチチチ 同じ枝の上であっちを向くすぐこっちを見直しかごを見て中で強く不安げに泣き続ける仲間に答える何回か確かな自信ありげなところが出てきたいよいよ カゴに戻るという万が一は期待しがたい。仕方がないな。今朝ね、カタログが来たので、早くそれを見たいと思いながら、餌がなさそうなので手入れしてやったりしたもんだから。はずみでそうなったのね。 それに、このカゴの戸が少し普通より硬いから、パタンと閉まらなかったのよ。一日こうやってもいられないわね。二階に上がってしまおう。文鳥は菓子の枝からやつでに飛んだ。 細い足でつかまれて、やつでの手まりのような花がたわたわ揺れる。昼過ぎになった。日差しが斜めに樹木の葉の裏から金色に刺すようになった。文鳥は垣根の外へまだ飛び去りはしない。 けれども、今は自由に、右に、左に、庭中を飛ぶ。人の近寄る気配に気づき、パッと飛び立つ羽音など、強く、おおしくなってきた。庭にいるのは、カゴに残した仲間に惹かれて、 ではないことが明らかになった。残された方もいくらか一人になれ落ち着いたらしい。ひたすら外の鳥を見ていた目をそらせ、ぐじゅうじゅうとうっとり一人泣きをしながら泡をつつく。 そのありさまは安心したような儚いような感情を起こさせた。外の文鳥は自分の入っていたカゴやカゴの仲間をすっかり忘れたのか。私たちは用事があって、 夕方から夜にかけて外出した。私は帰るなり聞いた。どうだった鳥は。留守番の若い娘は弁解するように答えた。いつまでもガラス戸を開けておきましたが、 帰ってまいりませんから、閉めてしまいましたけれど。いいよいいよ、友達が言った。帰りたくない鳥さんには帰ってもらわないでも。今夜はどこにねぐらを見つけるのかな。 心配するのは人間の気持ちだ。自然は豊富に枝の茂み、葉の重なりを持っている。私はガラス戸を静かに開け、外を見た。暗い。室内から刺す明かりの影で、 近くの樹木の葉が一部分光る。軽く風が吹いた。小墨が動く。動く小墨のどこかの奥に、あの優美な灰色を夜に沈め、広い世界に出て初めての眠りを、 心よく爽やかに眠っているだろう文鳥。夢に何を見るか。人帳下の香りが流れてきた。私は蜂の前を見下ろした。蜂の前に ほんの小さな池がある。池の面が青く輝き、縁側からは見えない中空のどこかに現れた月を思いがけず映していた。私は長い間その月影を見守った。 月を中心に文鳥や人鳥毛が心を往来する。私は以前読んだ短い詩の断片を思い出した。襲来、月を見て騎士王子。 自ら立って、かごを開いて、発汗を放つ。今は春だし、文鳥だし、連想はちぐはぐなようだが、私にとって、ある深く感じるものがあった。思い出。 二年前の秋、偶然この詩を読んだ。私はさらに繰り返して何度も読み、最後には涙を流した。自ら立って、かごを開いて、発汗を放つ。 時間を放つ。この情け。終来月を見て騎士を押し。境遇の上から実感にひしひしと迫るものがあったのだ。私は夜に向かって戸を閉めた。 いかがでしたか小さなカゴから広い外へと飛び出した文鳥。それを惜しみ心配しながらも受け入れた筆者。あなたはこれに何を重ねて思い浮かべたでしょうか最後までお聞きくださり。 ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。